正直ですね、手口はオレオレ詐欺と全く同じです。まあ、2億4000万から下手した3億円ぐらいの収入があったにもかかわらず、1円も申告してないという、まあ、これはもう逮捕レベルの金額ですね。どうもさん、おはようございます。一ノ沢翔です。よろしくお願いします。今日はですね、今話題の職業いただき女子について、お金のプロである公認会計士税理士の立場から解説させていただきます。今いただき女子やってますっていう方であったり、めっちゃ稼げるんでしょ、これからやっていきたいっていう風にですね考えてる方、この動画必ず見てください。この動画をやった後でやるかどうかっていうのを判断していただきたいなと思います。このチャンネルではですね、普段は税金の話であったり経営に役立つ話であったり、主にですね経営者や事業をやる方にとって役立つ話っていうのを配信しておりますので、ぜひですね応援してもいいよと思っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。まずですね、いただき女子って何っていう方も多いと思いますので、まずこのいただき女子っていうのがどんな職業なのかっていうところから解説させていただきたいと思います。いただき女子っていうのはですね、仕事はちゃんとやってて、お金は持っているんだけど、仕事以外に何の楽しみもないような孤独な男性にですね好意があることを匂わせて近づいて、信頼関係を構築した上でお金に困っているっていう嘘の相談をして、まあ、そういった孤独な男性の恋愛感情を巧みに利用して、体の関係は一切持たずにお金を援助してもらう、お金をもらう職業です。はい、皆さんご察しの通りなんですけれども、そんなもん職業でも何でもねえだろうと、ただの詐欺だろうっていう話なんですけれども、まあ正直ですね、手口はオレオレ詐欺と全く同じです。そんないただき女子がなぜ今話題になってるかというとですね、暴露系 YouTuber のコレコレさんの動画にですね、いただき女子の神様と呼ばれているリリちゃんっていう子がですね出演して、その手口を全部ちゃんと説明したんですね。しかもマスクはしてたんですけれども、普通に顔出しで出演してました。オレオレ詐欺をやってる人って絶対顔出しでインタビューなんて答えないですよね。なんですが、彼女は犯罪者だっていう自覚もないらしくですね、普通に顔出しで全部話してます。なので気になる方はですね、この動画を見た後にコレコレさんのチャンネルを覗きに行ってですね、その動画を見ていただくと概要が全部わかるかなと思います。で、このリリちゃんっていう子はですね、なんとこのいただき女子っていう仕事をしてですね、約2年半で2億円以上を稼いできたと。で、さらにこのいただき女子のノウハウをですね、情報商材にして Twitter なんかで販売していてですね、その情報商材を2000人以上に販売したらしいんですね。今はもう Twitter 閉鎖されちゃっててですね、詳細見れないんですけれども、まあ、調べたところによると1万円から3万円ぐらいの金額で売ってたらしいので、平均して2万円で2000人に販売したとなるとですね、この情報商材だけでも4000万円以上の売り上げがあったということになります。どう考えてもこの話を聞くとですね、犯罪だとしか思えないんですけれども、これをやって稼ぎたいっていう女性がそれだけたくさんいるということなんですね。おそらくなんですけど、オレオレ詐欺の手口売りますっていう情報商材あっても誰も買わないと思うんですけれども、女子って恐ろしいなっていうふうに思いました。というかですね、普通にこれを動画で喋っちゃうリリちゃんをはじめとしてですね、ちょっと頭が悪い人が多すぎるんじゃないかなっていうのが率直な感想です。まあ、私自身法律の専門家ではないので、実際ねこの行為が詐欺罪に当たるかどうかっていうのは明言はできませんけれども、借金が返せなくなってお金が必要なんですとか、コロナで仕事がなくなっちゃってクレジットカードの支払いができませんとか、家賃払えなくなっちゃったっていう嘘をついてお金をもらっている、まあこの時点でですね、まあ普通の感覚からするとどう考えても詐欺ですよねっていうふうに思います。で、今回ですね、このチャンネルでなぜこのネタを取り上げたのかと言いますと、このリリちゃんっていう子はですね、いただき女子っていう立派な仕事をしてがっつり稼いでいたにもかかわらず、確定申告を一切してなかったらしいんですね。つまり税金全く払ってないらしいんですね。本人が言ってることが本当であればですね、まあ、2億4000万から下手した3億円ぐらいの収入があったにもかかわらず、1円も申告してないということで、これは本当にヤバいなということで、まあ、税金面からですね、ヤバいなということで取り上げさせていただきました。まあこの話を聞くとですね、このリリちゃんっていうのが特殊な能力を持っていて、そんなの普通はうまくいかないよねっていう風に思われるかもしれないんですけれども、まあ、普通再現性ないだろうっていう風に思いますよね。でもですね、この情報商材を買って実践してみた女子がたくさんいてですね、その人たちがガンガン結果を出してるらしいんですね。で、この神様であるリリちゃんが一切確定申告をしてなかったということはですね、そういった情報は情報商材買った子にも伝えてないはずなので、情報商材を買った子も当然確定申告してないと思うんですよね。まあ犯罪行為なので、まあ、申告しないのは当たり前っちゃ当たり前ではあるんですけどね、申告をすると
とですね、犯罪しましたっていうふうに言ってるようなもんなので、まあ普通犯罪者はですね、犯罪で得た収入を確定申告なんてしないですよね。泥棒が泥棒に入ってこれだけ盗んで収入を得ましたっていう確定申告したらおかしいですよね。ということで、まあこれをやってる方で確定申告してる方なんていないと思うんですけれども、犯罪だったとしてもそうじゃなかったとしても確定申告をしなければ脱税になってしまうっていうことは間違いない事実です。そこは気をつけた方がいいと思います。で、実際ね、どれぐらいヤバいのかっていうお話をさせていただきますと、仮にですね、このリリちゃんが2年半で2億円以上稼いできたということなので年収1億円としましょう。そこに対する税金がいくらかかるのかっていうお話ですね。この収入が仕事の対価として受け取ったものなのか、それとも贈与としてね、もらったものなのかっていう、どちらになるかで税金が変わってきます。仕事の対価として所得税の対象になった方が税金は安いんですけれども、頂き女子はですね、ただお金をもらっているだけなので、これは所得ではなくて贈与に当たるんじゃないかなと思います。そうするとですね、年間1億円贈与を受けた場合っていうのは贈与税の税金がですね、5000万円ちょっとになります。これが2年なのでざっくり1億円脱税しているというお話になります。まあこれはもう逮捕レベルの金額ですね。さらに情報商材の販売でも利益を得ているということなので、さらに脱税額は多いということになります。で、1億円脱税したっていうことになって、その1億円を払えばそれで終わるかというと、そんなことはなくてですね、さらにペナルティが発生してしまいます。まあ、脱税認定されればですね、重加算税というものがおそらくかかってくるので、これが4000万円ぐらいはかかるかなと思います。なので、贈与税関連で1億4000万。そして、情報商材の儲けでも所得税が発生して、まあ、これが仮に1000万円という税金が発生したとすると、まあ、合計1億5000万円ぐらい今後納税しなければならないということですね。なんですが、このリリちゃんはですね、この頂き女子をやって得た収入をですね、全部ホストで使っちゃったらしいんですね。なので手元に全然お金ないですと。そうすると、まあ、当然この税金払えませんよね。税金っていうのは自己破産しても消えませんので、まっとうに働こうとするとですね、おそらくこんな額の稼ぎっていうのは得られないと思いますので、まあ、一生税金で苦しむことになるんじゃないかなというふうに思われます。まあ、正直ね、こういった知識が全くないっていう時点で、まあ、アホなんですけれども、稼ぐ能力自体はですね、すごいありそうかなっていうふうに思いますので、犯罪以外のことで稼いで返していくしかないんじゃないかなと思います。当然その場合は、税金の申告は忘れずに行ってくださいね、ということですね。で、まあ、このリリちゃんにね、憧れて、頂き女子やりたいっていう他の女の子もたくさんいると思うんですけれども、ちゃんと犯罪収入として税金を申告しないと大変なことになりますよと。詐欺罪だけならまだしも、まだしもっていうか詐欺罪もダメなんですけれども、脱税としても訴えられてしまいますよということになりますので、気をつけてくださいね。銀行口座なんてですね、履歴を見ればすぐにバレてしまうので、逃げ切れませんので、バレないんじゃないかって思ってるかもしれないですけど、バレますからね。でも結局この頂き女子をやっていくら稼いでもですね、頂き男子に貢いでるだけということで、結局何がしたいのかよくわからんっていう話なんですけれども、まあこの話に関してはですね、この犯罪者に限らず普通のサラリーマンでも何でもそうなんですけれども、ほとんどの方がですね、収入が増えると同時に同じぐらい支出も増やしていくんですね。そうすると結局収入増えても全く残る金が増えない。で、今度その状態で収入が減っちゃうと、支出は今度ね、増やした支出ってのは減らせないので、まあ、どんどん貧乏になっていく可能性が高いという状態になっていっちゃいますので、そこも注意が必要なんじゃないかなと思います。本当に金持ちになりたいのであればですね、収入入ってくるものじゃなくて出ていくもの、支出もコントロールしなければお金が残る状態絶対にならないので、まあ、そういったところも合わせて注意していただければなというふうに思います。ということで、このチャンネルではですね、こういった税金の話であったり経営者に役立つ話日々配信しておりますので、ちょっとでも参考になったら面白いなと思っていただけたら、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ということで、本日は以上になります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。